本日のオープニングを飾っていただきます。筑前博多駒についてご説明をさせていただきます。駒遊びは日本だけではなく世界各地にから伝わる遊びでございます。その中で日本には駒を使用して演じる一連の曲技駒芸が独特の形で生まれ伝わってきました。その起源が博多駒であり、480年余りの長い歴史を持っております。その歴史は古い日本文化の変遷と同じように中国から子どもたちの遊び道具として海を越えて入ってきました。木の台に鉄の信号を使用することで国のないよく澄んで回る駒ができるようになり、曲芸が発生しました。こうして日本で新しく生まれたのが博多駒でございます。昭和33年に福岡で第1号の文化財指定を受けまして、現在20代目に当たる3代目筑紫修楽に歴史、駒の制作、演技が継承されています。それでは博多駒宗家3代目筑紫修楽氏の華麗な演技をご覧ください。よろしくお願いします。ただいまご紹介をお受けいたしました、筑前博多駒宗家20代当主3代目の筑紫修楽でございます。当院大会のお集まりの皆様、貴重なお時間をいただきます。最初の冒頭の方にこのオープニングとしてこの駒で、おめでたい縁起物の駒でこの当大会を、まずオープニングを飾らさせていただきたいと思います。短い時間です。どうぞよろしくお願いいたします。私この福岡博多そしてこの春日が地元でございます。そして大野城の方にも、一時期は住所を貸していただきまして、もう地元のようなものでございます。この窓カピアに来ると嬉しいなというふうな感じになりますが、こちら私の手作りの駒でございます。約5年の歳月をかけて作る駒でございますが、こちら1個確認いたしますと500万円ほどいたします。もうこれだけでも党大会に来てよかったなって気がいたしませんか。もうこまごましいお話はこれぐらいいたしまして、早速曲芸の方に参りたいと思います。おしゃべりをしている間にコマは回り始めます。もう回っております。これでも回ります。皆様よく見ておいてください。糸をつけて操ってやります。遠いとかちょっとお見えになりますかね。遠いとちょっとお見えにならないかもしれませんが、もし見えたという方がおられましたら眼科へ一度行かれた方がよろしいかもしれません。淀の川瀬の水車ございません。私たちのバランス感覚と、精巧に作られた駒によって繰り広げられる駒でございます。おめでたい席では必ず、ご披露させていただいているのが次の曲芸でございます。末広がりの駒です。
ご声援誠にありがとうございます。私は大野城で、約10年ほど過ごさせていただきました。その時に、私の母が、こちらの大野城市で福岡県の無形文化財を個人で指定をいただきまして、今は団体の指定もいただいておりますが、この大野城では、かなり大変お世話になりました。こちらに戻ってくると少し力が入ります。この福岡博多で、この育まれたこの駒芸でございますが、もう昔からいろんな方に愛されてきたようでございます。博多に正福寺というお寺がございます。禅の瞑想仙海和尚がおられたお寺でございますが、その禅画の中にこの博多駒が残っております。東西東西福の神を祈るならば博多駒の糸渡り、手元を探ればこちらへござり、手元を少し高ぶれば向かいの町へかけてゆく、誉れある誉れあるよう工場工場という歌が残っております。この仙台和尚も愛したこの今から大国という曲芸を今日の貢献を務めてくれてます。筑紫祭壇によって、させていただきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。今日はせっかくでございます。普段はしませんが解説付きでさせていただきたいと思います。こちらの糸渡りというのは、こう溝があるとか巻きつけるというものではございませんで、そのまま上に乗って駒が駆け足で走ってまいります。ですので回転数そして糸の張り方によって、渡っていくという曲芸でございますが、これが1ミリ単位 0.5 ミリ単位でずれていくと落ちてしまう曲芸です。これが約350年前にこの福岡博多で開発された大国という曲芸でございます。今のはこれほど難しいんだというのを表現させていただきました。内心ちょっと腹立ちしていると思いますが、この博多駒というのは不思議なもので、私の場合は3歳で初舞台、10歳で、初舞台をさせていただいて、10年前に三遊亭円楽師匠が後見で、20代目、3代目の筑紫白衣となりました。もうずっとできた芸だったんですが、急にできなくなる時があります。繰り返し繰り返す妙技かなと言われているのがこの大国でございます。もう一度チャレンジしてダメですと校長先生の出番でございます。もうしばしお付き合いいただければと思います。校長先生が参りたいと思います。それではよろしくお願いします。Thank you.
師匠も来られてるのでちょっとドキドキしてしまいました。もう師匠親のようにずっとご覧いただいてますからね、ありがとうございます。この糸の張り方によって実はこの駒の渡り方が違うのが大黒でございますが、次の舞台では頑張ってくれると思います。ありがとうございました。10歳の男の子がこの筑前博多駒というのを起こしました。浅草浅草寺に芸の神様として、その男の子と、初代の女性駒師でございますが博多胡蝶というのが浅草寺の中に祀られております。芸事の神様として祀られているわけでございますが、その神様になった、博多胡蝶が作った曲芸が、470年そのままの形で残っております。次にご披露させていただきます。風車です。ご声援ありがとうございます。風車という曲芸でございました。24カ国で公演をさせていただいてます博多駒でございます。コロナ禍が明けてやっと今年も、フランスヨーロッパの方に公演に行けるような準備が整い始めました。やはり海外に行きますとこの着物、刀のイメージが強いようでございます。志らくさん侍ですかとか私の場合はお坊さんですかと聞かれたりいたします。ホワイトハウスや昔ございました蔵書会議の中でも喜ばれた曲芸でございます。博多駒には真剣を用いました曲芸が残されております。次にご披露させていただきます。刃渡りです。
いただいた時間が少しでございますので急ピッチで務めさせていただきますが、次の、演目で本日は終演とさせていただきたいと思います。天井よりくす玉を吊るさせていただきます。博多駒では万道と呼んでおりますが、その万道より細い糸が一本降りてまいります。その糸をこの駒が駆け上ってまいります。今日お集まりいただいている皆様のご健勝とご多幸をご記念させていただきます。昇り竜出世は恋の滝昇りでございます。本日は貴重なお時間誠にありがとうございました。ということでございます。本日は貴重なお時間誠にありがとうございました。